にちは、フラット TV のしのです。今日はボーダーのトップスをご紹介したいと思います。今年はボーダーとかストライプ流行ってますけど、私実は初めてボーダーの服を買ったんですよね。なので今日はそちらのコーディネートをご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはこちらです。これ大阪のパッシムっていうセレクトショップで購入したものです。裏はねこんな感じで紺のバッグになってて、表と、まあ、袖は裏もボーダーなんですけど、表と裏で違ったデザインになってて面白いです。ということで、今日はこれを使って柄と柄を組み合わせたコーディネートをご紹介したいと思います。ということで、先ほどのボーダーのトップスを使ってコーディネートを作ってみました。こちらです。先ほどのボーダーのトップスに、下はスウェット素材の柄の長いパンツを合わせてみました。で、このパンツは結構ゆったりめなんですけど、まあ、だいぶ前に買ったものですね。この季節でもまだ履けます。で、このボーダーと柄と、最近柄オン柄って流行ってると思うんですが、こんな感じで全然違うテイストの柄を合わせてみました。私が思うに柄と柄合わせるときは、何かしらこう共通点があるものを合わせると、まああまり失敗なく合わせれるかなと思うんですが、このパンツの場合はちょっと青っぽい、ベースが青っぽくてオレンジの柄なので、この紺のボーダーにもぴったり合うかなと思います。こんな感じでシャツインして着てもこのトップス可愛いですよね。ちょっと一味違ったボーダーのコーディネートが楽しめるんじゃないかなと思います。そしてもう一つ柄オン柄のコーディネートを作ってみました。こちらです。先ほどのトップスは一緒なんですが、このショートパンツ、前回ご紹介したユニクロの花柄のショートパンツを合わせてみました。で、さっきのコーディネートと同じで、まあ、柄の雰囲気は全然違うけど、ちょっと色味がね、こっちにも青が入ってたり、濃い、こう紺みたいな色が入ってたりとかするので、合わせるとそんなに違和感なく合わせれると思います。プラス、さっきと同じように、こう、ベースの色は暗いんですけど、花柄はすごく明るい色なので、まあ、こう暗い目の色に明るい色が乗ってて、上がボーダーで、まあ、そんなにね、デザイン性がこう派手なものではないので、下にポイントを持ってきて、可愛くコーディネートできると思います。ということで、柄オン柄の2つのコーディネートいかがでしたでしょうか。今年、ストライプがこういう太いものが流行ってるんですけど、まあ、ちょっとだけ工夫して、柄と柄で合わせてみると、個性的なコーディネートになると思います。で、あと、ボーダーの服を着るときに、ポイントなんですけど、これ結構首が広く、首の周りが空いてるので、こういうものを選ぶと、あんまり、詰まりすぎて見えないというか、首に空きが出て、すっきり見えると思います。で、シルエットもやっぱり、綺麗なものをね、なるべく選んでもらいたいなと思います。特にボーダーの場合はインパクトが強いので、太いボーダーの場合は、やっぱシルエットと、あと首周りの空き方ですね。これがポイントじゃないかなと思います。ぜひ、柄オン柄のコーディネートを楽しんでみてください。こちらのお洋服、パッシムのものもぜひチェックしてみてください。では、また次回。バイバイ。